リーゴーレディーゴーレディーゴー千葉エリーです。お願いします。はい、今日は新大久保にやってきてるんだけど、はい、ちょっとエリーちゃんの圧倒的顔面ポテンシャルを生かした企画を、はい、私の願望でやる企画です。はい、はい、今日の企画は韓国アイドルを体験してもらう企画です。今スピンなので、そう、本当わかんないレベルに可愛い。ただプリプリ。ステージ A さんっていう場所で、はい、あの韓国アイドルのヘアとヘアメイクセットと衣装も全部着させてもらえる。すごい。そう、じゃあもう早速、はい、ヘアメイクをねやってもらおうと思うので、はい、お願いしようかなと、はい、お願いします。お願いします。こちらの方です。お願いします。早速メイクから始めるんですけど、はい、何かご要望とかありますか？ただ結構白くしてほしい。はいはい、白くして、はい、なんか系統は例えば可愛い系がいいとか綺麗め系がいいとか、そういうのありますか？可愛い系がいいです。可愛い系似合いそうですもんね。ムニョンちゃんとかだと可愛い系です。可愛い系です。王道の韓国アイドルの感じですね。王道系でいきます？はい。お、モニョンちゃんみたいにしてて。エリーちゃん的に韓国アイドルメイクってどんなイメージがある？涙袋にグリターが、可愛いグリターがついてて、あとまつげの束感がすごいイメージです。うん、私がプリュー出てた時とかは、うんうん、竹節を炙って、ビューラーしてたり、メイクさんがしてたので、初めて見たときマジでびっくりしました。そうだよね。なんか、これ下がるのかな。あ、すごい。自分と涙袋の描き方が全然違う。めっちゃパクトンしてる。自分で描くときはなんか、こういう感じだけど、なんか、すごい。なんか、そうなんですよ。今、なんか全部、引いてない。なんか、そうです。全部引いてないんですよ。すごい。なんか全然違う。全部引かない。そう、引かないですね。の方がいいんですか？よりなんかこのこっちまで引くと、うん、なんかちょっと涙袋の範囲狭まるんですよ。なんか範囲が決められちゃう。ここ開けることによって自然とここが開いて見えるので、よりふっくら見えるんです。やばっ、バッタバッタ。すごい、かわいい。色かわいい。かわいいですね。ね、ツヤツヤ。最初に塗ったリップって何ですか？これがね、あ、ティントですね。すごい、美味しかった。美味しかった。味が、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 味が。めっちゃキラキラになりますね。うん、すごいキラキラ。可愛すぎる。いい。お待たせいたしました。ありがとうございます。完成でございます。わー、すごい。可愛い。あ、すごい。可愛い。やば。やばいですね。キラキラ。モニョンちゃん。可愛い。可愛い。すごい。ありがとうございます。かわいい。いつもと全然違うね。全然違いますね。よかった。髪型はちなみに何か決まってますか？じゃあ韓国巻きのハーフアップでお願いしたい。かしこまりました。普段 AKB の時は髪型どういうのが多いんですか？ハーフツインとか巻き下ろし系しちゃいますね。そうなんですね。ツインテールやめてから、髪の毛の意思がなくなったので。本当に大体岡村さんに任せてます。何でもいいってなりました。意思がなくて。やば。やば。めっちゃ可愛い。巻き可愛い。めっちゃ似合う。ちょっと顔にもなします。はい。めっちゃ大人っぽい。やば、本当に可愛いね。可愛すぎる。無理、本当可愛い。やばい、顔面強っ。可愛すぎ。ダメだ。涙袋がすごい。涙袋やばい。ね。
こんな爆誕したことないです。涙袋私いつも本当に横に書いちゃうから、うんうん、全部書かずに、うんうん、ちょっと下に下げることによって、うん、なんかここが短くなって顔が小さく見えるから、ね、ちょっと私もやろうかな。すごい。すごい。140着。そうです、140着ございます。すごい。これが気になる。ちょっと水色のみたいです。 K-POP ですね。 K-POP だね。 AKB の衣装とやっぱ全然違うね。全然違いますね。ね。あ、デニムも可愛い。あ、可愛いね。可愛い。似合いそう。これ可愛いな。これも可愛いな。うん、可愛い。可愛い。すごい。K-POP っぽい。でもこれとこれにします。これとこれで、はい、選んだのが、はい、この2つ。この2つです。キラキラ大好きなので、うん、このチェーンがついてるのが可愛い。これ選んだポイントは、カリナちゃんっぽかったから。確かに。すごい、マジで可愛い。すごい。ノーマルでこんなにすごいかわいい。さすがだね、ポーズすごい。本当に素晴らしい。どんどん出てくる。めっちゃかわいい。雰囲気マジでかわいい。かわいい。マジでかわいい。すごい。一気にモデルの顔になるのがよく。かわいい。どうですか、ちょっといざ着てみて。 K-POP アイドルになった気分です。やっぱこの袖、ポワポワの袖に惹かれて、うん、私たち蝶々が好きなので蝶々、うん、のキラキラがついてるのとか、うんうん、あとデニムの衣装とかあんま着ない、新鮮だなって思って。そうだね、はい、実はこの後ね、はい、用意してるものがねあるんですよね。はい、はい、次もう一着着ようと思うんですけど、その衣装はファンクラブ会員限定でお見せしようかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。見るしかないよね、もう本当に。選んだので。一着ファンクラブ用に選んだやつはね、はい、どういう制服でした、衣装だっけ。ちょっとかっこいい系の服にしようかなと思って、うんうん、そうだね。この衣装とはまたガラッと変わった私が見れると思います。そうだね。この衣装にしてみました。はい、お楽しみに。これを見れるのはファンクラブだけです。だけです。はい、この動画が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。